あ、もう配信中なんだ。始まってんだよ。これ何見てるとか、どこでわかる、ここでわかるんだ。すげえ。でもまだ誰もいないから。人が来るまでやりたい方って。確かに。でもこれさ、保存されるよね。うん、あ、そうなの？保存されなかったっけ？なんか登録。あ、されるわ。なんか後からアーカイブで見れたりするもん。ね。やりたい放題とか言ってもね。限度があるお、誰か一人見てる。こんにちは。こんにちは。初めてのライブ配信です。初めてのライブ配信。ちょっと面白いことやってみようと思います。クラブハウス知ってますか？クラブハウス。もうどうする？部屋作る？そうね。うん、あのクラブハウスでですね、ちょっと今芸能人とちょこちょこ話せたりするんですよね。なのでちょっと有名 YouTuber を引っ張り出してみようかなと。いいじゃないですか。やってみようと思うんで、ちょっと有名 YouTuber が現れるまで帰れませんということで、うん、クラブハウスなかなか皆さん入れないようなんですけど、ちょっと奇跡的に登録できたのでやっていこうと思います。ありがとうございます。まず部屋をじゃあ作りますね。もう全然コメントとか好き放題していってくださいね。うん。ボロクソ書いてもらって構わないんで。これ声入ってんだよね。聞こえてます？うん、入ってる入ってる。入ってる。うん。マイクがオンになってる。あ、マジで、俺部屋開いたらなんかすげえ人が入ってきたんだけど。何もしてねえんだけど。まだタイトルすら入れ忘れて、部屋開いたらめっちゃ人入ってきた。ごめん、切る。あら、視聴者がいなくなった。有名。何にしようかな。と、お、誰かまた一人いる。あ、あっちか。あ、もうじゃあごめん。ひでえ、ごめんな。あ、ちょっと遅いね。うん、ちょっとね。こんな感じで。なんかわかりにくいね。そうね。どう？有名 YouTuber とかでもいいと思うけどね。誰か増えた。こんにちは。こんにちは。あ、消えた。その部屋に俺も入ればいいわけね。招待するか大丈夫。あざ。こんな感じ？有名 YouTuber、登録者100万人以上の方が入ってくるまで帰れません。いいんじゃないでしょうか？じゃあそれで部屋作っていきますか。ライブ配信中って入れる？ああ、そうね。それいいのかな？クラブハウス的に、側的に。いや、ライブ配信中だと。いや、こっちでライブ配信してる。してるよ。そっか。それもこんな感じで見えますこれ。見えねえか。見えない。何これ。そんな、そっち隠したら何も見えない。違う違う。白だから、一回、色抜きして。画面の輝度下げたらいいんじゃない。もうそれ、もうめんどくせえからいいや。OK。とりあえず、クラブハウスですね。今からね、有名 YouTuber、登録者100万人以上の方が入ってくるまで帰れませんっていうグループを作って、有名な人が入ってくるまで、ひたすら、待とうと思ってますので。もうクラブハウスやってるよっていう人はもうぜひ入ってきてください、その部屋に。うん、ちなみにコメントをガンガン投げてくださいね。もう好き放題好き放題。僕ら配信初めてなので、うん、コメントあった方が嬉しいです。全然ボロクソ言って書いてもらっていいんで。うん、見てくれただけで同じだよ。始めます。お願いします。で、ここにパッ。君を招待すればいいわけね。お願いします。いやー、すごいよね。クラブハウス、すげーたくさんの人が使ってらっしゃいますね。今、招待しました。通知が来ません。
なんて日だって言わないと。求められてる。でもさ、普通に通知っていうか、普通に。うん。はい、入りましたよ。お、来た。聞こえます？おー、来た。聞こえる、聞こえる。こんな感じで。どっちかの方にしてたらいいね。お、誰か入ってきた。ケイ君が入ってきた。消えた。ケイ君が秒で消えた。え、もしかして、ケイ君が見てるんですか？あ、なんてことだよ。そうか、そっち今マイクオフにしてるのか。今こっちオンにオフにしてる。まあ、どっちかだも、うん、俺が入オンにしてもいいし、どっちもいい。まあ、いいまあ、待ち時間になるんで、そうね、とりあえず、この間はもう、待つしかないですもんね。とりあえず、全員友達招待したほうがいい。ああ、それどうやるの？俺もできる。このプラスを押して、どこのプラス？右下にプラスを。これね。ここにいる人全員にピッピッピッ。はあ、なるほどね。ん？なんか。待って、一瞬、あ、なんか出てた。全員招待かけてくる。これ、いっぺんに全員招待っていうのはできないんですか？できないです。一人ずつピッピッピッピやっていくしかないんです。今ちょっと何してるかっていうとですね、クラブハウスで有名人が来るように友達全員にこの部屋を案内してます。とりあえずいっぱい人が入ってきてくれたらね、うん、いいよね。なんか6人先につながると誰にでもつながれるっていう話があるんですよね。どういうこと？僕、まあ、例えば僕からパックに行って、パックから誰かを経由してって、6人先つながると世の中誰にでもたどり着けるって。知り合いのつてを行くと。なるほどね。あ、誰か部屋に入ってきてくれたんですよ。そして YouTube の方は誰もおらん。YouTube は今一人。あ、一人増えましたね。一人いらっしゃいます。そうかそうか、今現れてる感じになってるのか。うん。12プロの方が音質良さそうだから、そういうのないでしょ。はい、いい。消しました。入らないね。入らないね。うん。いろんなところから自分の声聞こえる。よいしょ。さて、できますかね。とりあえず、段階としては、このクラブハウスの部屋をいっぱい人が入ってもらって、大きな部屋にして、なんかトップのおすすめみたいなところに出るようにして、その相乗効果で最終的に有名 YouTuber が来てくれればっていうところですかね。そうです、そうです。ってことですかね。なんで、クラブハウスに参加していただいた方も、できればお友達とか、どんどんつなげていただいて、有名人につながるようにご協力いただけたら、うん、ぜひぜひ。大変嬉しく思われるでござんす。下手か、日本語。まあ、とりあえずね、その、YouTuber として、今回このような企画をやっておりますので、うん、もうぜひ皆さん、YouTube の動画の方もね、合わせてチェックしていただければと思います。クラブハウスの方からですと、僕、ユーリスの方のインスタから飛ぶ、YouTube の方に飛ぶことができますので。うん、俺のプロフにもインスタとツイッターを紐付けてあるので、もし興味ある方はぜひ見に行ってみてください。見てください。さて。なんか、こうやってボケーって座ってるわけにもいかないんで。そうね。なんかやりますか？どうしましょうね。何したい？ちなみに、コーヒーメーカーの YouTube にもう一人女の子のチクちゃんと男のおじさんのシャニオっていうのがいるんですけど、うん、今日はチクちゃんは今仕事中で、仕事が終わったら、ここに来る予定になってます。さて、何時間待ちになるでしょうか。ドタキャンの可能性もあるからな。やつは普通にドタキャンするから、うん。あいつはドタキャンするやつだよ。シャニオは多分来ない。
で、アイス買ってさ、忘れてたらどんどんもう破裂しそうになってる。ウケる？アイス買ってたの？うん、今気づいて。食えよ。で、パンクしそう、やばい。いや、もうこれ溶けまくってるし。冷凍庫に行ってきます。まあなんかでも大物 YouTuber の人が来てくれたらいいねっていうことで始めたけど、どのレベルが大物かっていうところは議論の余地があるかもしれませんね。チャンネル登録者100万人で。あ、そうか、100万人で作ったのか。うん。100万人以上の YouTuber が来ないことで。全然1万人ぐらいの人が来てくれてもいいですけどね。いや、1万人の人が来てくれても全然。1万人の人からこう、どんどん引っ張ってきてくれても、うん、全然。いや、そもそもそれ、いきなり100万人が入ってくることはないと思ってるんで。びっくりするよな、それは。ないと思ってるんで、だから誰か、ちょこちょここれ、人捨てで気がついたら。そうね。思ったより出たくて出た。何しようか、なんかゲームしよう。いいよ。何したいですか？今日任天堂スイッチ持ってきてない？持ってきてない。なんでだよ。ごめん。やりたかったのに。僕、任天堂スイッチまでやったことないんですよ。うん。っていう報告です。しらけたじゃねえかよ。俺のせいじゃない。俺のせいじゃない。誰か来ないかな。でもこれ実際来るまで帰れませんっていうので、帰れない可能性もあるんですよ。うん。いや、帰れないでしょ。帰れないでしょじゃねえ。まあね、チクが来て、わちゃわちゃし始めて、まあ盛り上がり始めてから来てくれるっていうのが一番いい形ですかね。ね、それまで、のんびりと僕たちのお昼寝でも見ていただいて。辛すぎる。配信する意味ねえだろ。いや、ライブ配信って何するんですか、普通。ね、普段ライブ配信とか見ないんですよ。うん。アレクサと戯れてるんだね。いいよ、やってみよう。いいよ。アレクサどの質問まで答えてくれるんですか、ね、はい。このモニターの後ろに今、アレクサがあるんですけど、アレクサと戯れてみよう。はい、じゃあ何かどうぞお先に。え？アレクサ、僕の誕生日はいつ？すみません。私にはわかりません。ですよね。ちゃんとでも答えてくれるんだね。アレクサ、今日の天気は？西田の現在の天気は、おおむね曇りで、気温は摂氏15度です。今夜の予報は晴れで、予想最低気温は8度です。摂氏。わかったわかった。黙ったね。いいな、俺も自宅にアレクサ欲しいな。プリーズ。アレクサ、YouTube でコーヒーメーカーを検索して。YouTube で検索します。おー、すげえ。できるんだ。すげえ、コーヒーメーカー出るかな？あのガチのコーヒーメーカーのマシンしか出てこない、うん。マシンのあのレビューしてる人たちしか出てこない。俺らもさ、言うて結構もう動画たくさんアップしたからさ、コーヒーメーカーっていう単語だけでもそろそろちょっと動画出てきてほしいよ、ね。タイトルにコーヒーメーカーを一切入れてないからでしょ。ああ、そっか。でもライブ配信出てる。このサムネイルって変えれるのかな？変えれないのかな？変えれるんじゃないの？でも配信中だもん。いや、配信中で変えれないのかな？でも編集ってとこあるから変えれるんじゃない？多分。すごいなぁ。変えれそう。あ、ほんとだ。それさ、このコーヒーメーカーのアカウントのページのヘッダーの画像めっちゃやっつけて僕が作ったやつなんですけど、そろそろ変えたいね。うん。適当に作っちゃうやつが。あんまりだよね、それね。これ誰が見てるんですか？ちなみに、なんかコメント一言ください。まあでも、知り合いの可能性も大いにありますよね。うん。一言コメントいただけると嬉しいな。こんにちはぐらい言ってくれたら嬉しいな。うん、もう何度も言いますけど、僕ら今日、YouTube のライブ配信って初めてなんです。人生初です。そう。奪われちゃったよ、初めて。やべえじゃん。え？空飛べなくなるじゃん。いや、うん。まあ俺30歳だからね。
30まで童貞を貫いたのに。久々に聞いたの、その話。なんて言うんだっけ、チャンネル登録よろしくね。アレクサ、YouTube でコーヒーメーカーのチャンネルを検索して。YouTube で検索します。あ、そうなるわけね。チャンネルを検索するんじゃなくて、あ、出た出た。出たじゃん。すごい。自分たちの動画流して自分たちで突っ込んでいく時間にする。なんか最初の方のとか見たらマジ恥ずかしくなってくるよね。うん。全力の突っ込みを見せてやる。これ、あ、これさ、あ、なるほど。動画。受けるな。どうな見えるのか、こんな感じで出るんだね。携帯開けば。なんかね、こう、面白いことができて、需要があるんであれば、ライブ配信とかもね、ちょいちょいやっていきたいですけどね。うん。ん？まあ、まだ、時間が4時だからね。これが夕方になったら一気に増えるんじゃないですか。まあまあまあ、そうなんですよ。あ、一人増えた。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。パックンです。ゆりりんです。ゆりりんです。シャニオの顔でも見とくか。いや、なん、この動画俺編集したけどさ、マジで何言ってるか聞こえないんだよね。声がちっちゃすぎて。もう、シャニオも早く来てほしいよ。こんばんは。お久しぶりです。シャニオです。今日は、最近、ゴルフにハマってます。久々に見たな、シャニオの顔。動画を、ゴルフ動画撮ろうかなと思って、いろいろ探してて。まあ、元気してるの買ったんで、まあ、ついでに撮ろうかなと思って。まあ、家です。撮ってます。まあ、一緒に買ったの。したいですね、動画を、できれば。もうすでに懐かしいね、この辺も。髪が俺まだ短いもんね。ああ。髪だいぶ伸びたんですよ。確かに。俺もだいぶしばらく髪短かった。うん。なんか、企画持ってくるの忘れたね。確かに。見てる人からしたら拷問だよね、これ。いや、なんか今、ノートパソコンで YouTube のライブ配信をしようってなってから、なんかカメラが使用できませんみたいなトラブルが起きて、うん、でひたすらそれを解決するために二人で、試行錯誤してたもんだから、もうそれに必死になって何するかとか考えずに始めちゃったもん。うん。なんか、心霊スポットまた行きたいね。心霊スポットいいっすね。なんかいい心霊スポット知ってる方がいたらぜひコメントで教えてほしいんですけど、うん、もう全然行けますので。ちなみに見られてる方、好きな漫画ってありますか？好きな漫画？偏見よ、偏見。偏見と、鬼滅パワハラ。ほら、いなくなっちゃったじゃねえかよ。鬼滅のせいじゃない。鬼滅で腹が立っていなくなった。あるよ。あ、戻ってきた。お帰り。誰かわかんないけど。違う人かもしれんけど。このライブ配信って保存されるってことはさ、うん、この動画が仮に4時間動画あれば、それも登録されるってことなのかな。ああ、どうだろう。俺なんかそのゲーム実況者のチャンネルとかをたまに見るけど、そのアーカイブで出てくるやつは1時間半とか2時間ぐらいのやつあるよ。うん。多分だからそうなんじゃない？なるほど。おそらくね。めっちゃ懐かしいね。腹が減ったら戦ができない。あ、飯食ってんだ。うん。恵方巻きの動画だ。うるせえ。ちなみに今、19時間ぐらい待ってるんですよ。ライブの配信時間、19時間だよ。もう嘘をつくなって。19分じゃん。19時間。今、19時間待って、僕たち寝てない。ほら、もう、クマがすごいでしょ。いや、お前それ、単純な自分の寝不足や。懐かしい。ちょっと今、有名 YouTuber の人を間違てら、自分たちの古い動画を見ていますが、懐かしいな。うん。20時間になってる。
いや、踏んだ。なんか謎にこの恵方巻き、去年の恵方巻き作った動画も、ちょっと人気でしたよね。身内ではありますが。うん、よかったらチャンネル登録もよろしくね。あ、ぜひぜひ。この動画とか好きな方、好き放題見てもらって構わないというか、まあ見てもらうために出してんだけど。あのチャンネル登録してない方はぜひ、チャンネル登録の方も。なかなか2人、3人、3人にさっきからちょこちょこなるけど、そこから先行かないですね。そうだね。1300人を今日超えてほしいです。あと何人だ、まあ、何あと6人。6、7人ですよ。うん、まあ、美味しく食べたいと思って、本当にいろいろ用意したので。どうしようかな、一つ中身紹介していきます。あと6人ですね。あと6人ね。ちょっとなんか招待ができるのね。招待したの。それを全校。そしたらほら、選んの。え？何で？多分招待してると思う。あ、もうされてるってこと？下げよう。どういうこと？で、まあ、絵本巻きって、まあ、見てもらうと分かるんですけど。クラブハウス難しいよ。英語できないんですよ、こんな顔してるの。多分今、視聴者爆笑してる。視聴者がいるかどうかっていうところからなんだよね。本当だ。二人。え、これを押して、どうすんの？それ押したら終わり。あ、招待が流れてる。あ、もうこれで流れたってことね。あー、なるほどね。YouTube の話した人を思い出して招待する。なるほどね。鹿児島の人たちの、うん、には YouTube のこと言ってあるんで、その人たちは来てくんないかな？来てくれるかも。ねえ。来てくれれば、いきなり。でもどれが、みんな、でも時間的に出かけたり、忙しかったりするんでしょうね。うん。ん？あー、なるほどね。何分、あ、今この緑の丸がついてる人がオンラインの人か。そう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 。あ、あ、あ。なるほどね。なるほどな。なるほど、なるほど、なるほどな。懐かしいね。ああ、一人になった。二人になった、戻った。さっきからちょこちょこ出入りが。ね、一人消えては一人来たりして。ありがとうございます。いつも戻ってきてくれて。いつも戻ってきてくれて。もう22時間やってるけど。いやいや、だから。もうすぐ23時間になりますが。確かに。ああ。全然誰も入ってこない。ね、入ってこないね。まあ、現実はそう甘くないっていうのはもともと思ってたんで。そうそう。ただ、待ちぼうけ。どうしよう。とりあえず、2時間待つか。2時間か、長いね。6時まで待ちます。オッケー、待ります。多分、地区がそのぐらいの時間には来るんじゃないでしょうか。うん。そっから地区にバトンタッチして俺たちは帰ろう。うん。明日の朝まで地区に任せる。参考体制みたいな感じになってるの。で、明日の朝。絶望しか感じない。せっかくだからね、なんかやっていきたいですよね。うん。なんか面白い話して。あ、ちょっと振りが雑では。じゃあ、人生で一番楽しかったお話を。いいし、なんか聞きたい話があれば。まあ私はつくね食いながら話を聞く。めっちゃ今つくね。あれを失ったね。笑え。ね、俺しかいないんだからさ。ちょっとやめてよ。どうしたかな。いや、コーヒーメーカーのさ、ロゴをちょっと作ろうかなと思ったんですよ。いいやん。今作った。そうだから今作ろうかなと思ったら面白い話してとか言い出すから。ごめん。いいよ。許してあげる。いやらしいので。いやだよ。みんなビッキに来てるやつにして。いや、それ逆にいやらしくないだろ。いや、なんかさ、今使ってるコーヒーメーカーのさ、ロゴがあるじゃん、動画の左上に。地区の顔を足すだけでもいいかなって、うん、ちょっと思ったの、確かに。うん、ちょっと思ったんだけど、うん、見てもらうとわかるんですけど。じゃあちょっと、地区棒を入れていきましょうか、この画像の中にね。それが下からなんか。下から？この絵の上にさ、うん、ジャンガジャンガしてるみたいな。あ、ここに立ってる。あ、もう単純にこの物理法則とかは無視してっていう感じね。うんうん、ちょっと待てよ。あ、でっけえな。
何が起きてるんだと思ってますよね。実際にこのロゴパックンが書いたんですよ。めっちゃうまくないですか。こういう、そう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 、わかりやすく言えばそういうこと。こういう、ここにこのもう地区を立たせてしまおうっていう魂胆、うん。そういうこと。なるほどね。ちょっとそれでじゃあ作ってみましょうかね。お願いします。地区の顔あんまり覚えてないけど、すっぴんの顔を参考にしてもいいかしら。全然いいでしょう。本当に本人怒らないかな。可愛いから大丈夫だよ。ね、心こもってなさすぎるから。絶対心こもってなかったよ、今。どうしようかな。どうしようかな。でも、サイズが、どうしようかな。この書いてる画面を見せながらできればね。いや、それ、ストリーミングできたんだけど、ね、あれ、持ってくの忘れちゃった。あら、もう。配線を。あら、もう。それ、画面共有しながらいろいろできた。なるほどね。今度からは、そういうのも視野に入れていきましょうね。はい。あ、はいです。はい、お願いします。ちょっと待って。皆さん、もし、お友達に100万人超えてる友達、YouTuber の方がいらっしゃったら、ぜひ。言ってあげたら、この人たち帰れるみたいだよっていう感じで。うん、かわいそうだと、もう目がほら、真っ黒になってきてる。帰れな。もともと彫りが深いだけだろ。そうなんです。目の周りが黒くなるんですよ。地区の写真持ってねえ。地区の動画を見るしかねえ。めんどくさい。あ、そうか、今これで見れるの。暑い。暑かった、頭が。ああ。でもね、あんまり、なんか人の顔を描くのって難しいんですよ、実は。パックンほどの人間が何を言うか。買いかぶってるなぁ。うん、びっくりした。フォームがちぎれた。めっちゃ急に怒ったかと思った。そんないきなりぶち切れる。だからさ、びっくりして。いや、なんか普段から俺切れて暴力振るってると思われるけど。そこまでビビられる。DV 彼氏じゃん。うん。かわいい。いや、見えてないしね、みんな。これ、配信見てる人には。ちょうどいい顔がないな。ちょうどいい顔って失礼な。いや。違う、そういうつもりで言ったんじゃない。おい、来た。ちょうどいい顔じゃん。止められた。あ、来た、来た。ちょうどいい顔じゃん。宿坊の顔を。なじるように見て書いていきます。誰が見ているんだろうか。なんかこんにちはぐらい言ってくれても嬉しいですよ。どうしようかな。みんなと同じ縮尺で書くとここ入りきらないな。うん、なんか機能制限かかっちゃって腹立つんだよ。機能制限？うん。何機能制限って？多分俺招待しまくったからダメなんだよ。あ、そういうこと？うん、招待するためのシステムじゃないんだ。招待しまくったら機能制限かかるって本末転倒じゃない？うん、機能制限じゃん。この英語だと機能制限じゃん。本当だ。後でやり直せみたいなの書いてある、ね。うん。かわいそう。今を大切にしないやつに未来はねえ。どういうこと？突然の格言みたいな。ちょっとこれでなかなかできなければ、クラブハウスをハッキングしてみるっていう回に変わるかもしれない。やめろ。演技でもね。全サーバー落としてる。勘弁してくれよ。
何ペンで書いてたんだろう。何ペン。こんなに遅れるんだね。うん？こんなに音声遅れてるんだね。ああ、怖いね。確かに。意外と難しい顔してんの、チクって。すいません。何に謝り、それ。メンバーとしてすいません。ああ、代わりに謝ってくれたわけね、うん。難しい顔してたり、ちょうどいい顔じゃなかったり。いいことない。言うなよ、お前。まあ、アーカイブ見ればわかるんだけど。うん、お、一人増えた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今、クラブハウス聞いて、聞きながらですね、有名人が入ってくるのを待ってると、抜けられると。話してるところ最後まで聞かんか、せめて。わかんない。先に入ってた人が抜けたのかもしれない。あ、なるほど。その可能性もワンちゃん。ダメよ、口の悪いこと言ったら。誰が見てるかわからないんだからね。でした。ああ、傷ついた。いや、勝手に。お前じゃねえだろ、傷ついた。覗き見して抜ければ。よいしょ。で、まあ、そのクラブハウスで今、有名 YouTuber さんがやってきてくれるのを待っているところなんですが、まあ、その間ちょっと何もしないでボケっとしてるのも意味わかんないんで、コーヒーメーカーのね、ロゴをちょっと新調しようっていうことで、うん、今書いているところです。あのリプトン僕大好きなんですけど、リプトンのみかんっていうのが出てきてて、突然だ。いや、これ何と思って今ちょっと飲んでみたら、おいしい？めっちゃみかん。え、おいしい？うん、みかんジュースって感じ。みかんジュース？ティーじゃないの？ジュースって感じ。へえ、俺も後で買ってこよう。今を大事にしないやつに後はないって。じゃあちょっと買ってくるね。人の顔ってほこれ見せたってすごく苦手なんですよね、僕。なんか、地区の鉄板の変顔みたいなやつがあるんですけど、なんか、ナマズみたいなやつ。全然わかんねえ。なんかこれ、よくなんかやってる、ここにインってなるやつ。ただの変顔じゃん。生きてる顔じゃん。お、一人増えた。こんにちは。こんにちは。今ですね、クラブハウスっていう SNS で有名人が来るのを待ってるところです。あ、抜けやがった。もう一人ずつ個人情報を特定してってやろうかな。やめろって、そういうこと言うの。戻ってこい。5秒やる。怖すぎるんだよ。難しい、地区の顔。まあでも確かに、去年の8月に入ったのに、今までアイコンにいなかったって、ちょっと冷静に考えるとおもろい。認められなかった。すぐ抜けるかなと思って、正規メンバーとしてやっと認められた。かわいそうなやつだよ。チクって結構釣り目なんだな。うん、釣り目のキツネ顔で。僕はタヌキ顔が好きなんですけど、どうにかなりませんか？上から。角度つけて。やめろ。いやマジさ、その物理で解決するのやめなよ。物理的に解決してやろう。でもそれで解決できるんだったらやる価値はあるかもしれない。地区に限ってね。整形みたいなもんさ。いや整形、うん、まあまあ整うのかは分からんけどそれで。俺もアイス買ってくればよかった。なんか冷凍庫にすげえ冷凍食品入ってたの気のせいか。いや、後でお腹すいたら食べようと思って。ジャンバラヤ買ってきたんで。
いや、なんか、食べたいなと思って、食べたくなっちゃったわけ。お、クラブハウスに1名増えましたね。こんにちは。こんにちは。今ですね、YouTube でライブ配信しながらですね、同時に、YouTuber、大物 YouTuber が参加しないかを待ってる段階になります。もう今36時間待ってるところですね。嘘をつくのやめろ、お前は。あ、36分でした。よかったら YouTube の方も見てくださいね。ぜひ見てください。僕の、あの、インスタから YouTube の方に飛んでいただければ今見ること、今ライブ配信してるので。僕のプロフからも飛べまーす。よかったら、もし知り合いに大物 YouTuber がいたら声かけていただけると、泣いて喜びます。だいぶ喜ぶけどね。やべえ、1時間かかんなかったってなる。2日ぐらい覚悟して今動いてるんで。あ、抜けた。気づいた。チクちゃんの顔を今頑張って描いているところです。見える。ちょっと違う。もうちょっとちょうどいい顔がいい。もうちょっとちょうどいい。最高にちょうどいい本だみたいなのが CM あったっけ。あったっけ。そんなのあったかな。ちょっと休憩。ちょっと休憩。いや、ずっとそこに座ってほしいから。いや、まあそうだけども。ゆりちゃんが言ってしまいましたね。多分見てくれてる人は YouTube。まあまあまあ、そうかもしれんけど。難しいんだよな。なんかうまいこといくといいんですけどね。なんかゆりちゃんが大物 YouTuber とつながりたいなって言ってたから。今日は会いに来ました。ゆりちゃんにね。クラブハウスをしながら YouTube も同時に見るって結構難しいな。絵を描きながら。なんか、てかゆりちゃん普通に休憩行くねとか言って行くけど、行ったら俺一人で喋らないといけないじゃん。絵を描きながら。クラブハウスってどうやったらいいのかな？なんか始めたばっかりでまだよくわかってないんですよね。その人の増やし方っていうか、フォロワーもそうだし、なんかその部屋作ってどんな風に宣伝していくのかとか、そもそも宣伝とかするものじゃないのかもね。知らんけど。なんかな、好きなっていうか、最近こう音楽、僕音楽聴くのがすごく好きで、もともとバンドやってて、で、あの YouTube のね、動画の中にも遡ってくれたら僕があのバンドやってる時の映像をコーヒーメーカーのアカウントで載せたりしてるので、ぜひ、あのそれも見てくれたらいいんですけど、お、戻ってきた。なんかね、いいバンドとか最近、いい感じの音楽とかがあったらね、ぜひ、あの、教えてくれたら、コメントで教えてくれたら、聞きますんで。はぁ、あ。来た？誰か。一瞬3人になったけど。増えないに。増えないに。3人になってんじゃん。また？こんにちは。こんにちは。見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。抜けた。みんな滞在時間短いね。誰こいつらってなるんだろう。抜けピー。ついでにコーヒーメーカーのインスタを使う。あ、本当だ。確かにインスタとかツイッターにも投稿してた方がいい、ね。インスタライブできるよ。インスタライブやったことない。一緒だよ、これと。とりあえずツイッターにライブ配信 now って書いてます。あ、よろしく。最近ツイッターは変わって。チクの顔消えた。あ、出てきた。消えた。もう、せっかく見てたのに。めっちゃ俺頭テカってる。笑かすなよ。ちょっと待てよ。
この光なんだろう、ね、ちょっと、本当だ、なんか光るね。なんだろうな、ね。ええやん。ちょっと待って、もう一回やり直して。なんでミスった。ええー。ずれた最後、手を動かしてしてくれよ。あざま。いいじゃん。さてさてさて。さてさてさてだよ。いや、違う違う。違う違う。間違った、これ消せないの。え、消せないの。ごめん、もう一回。ストーリーみたいなのに入れちゃった。グッドです。お、3人になってる。こんにちは。こんにちは。もうこんにちは、一個喋る。違うだと消えたんだ。言った瞬間に消えたんだ。ああ、おもろ。よくないダメチクっぽい顔。いいんだよ。いいよね。存在さえしてれば彼女も嬉しいでしょ。っていう雑な。さっきの動画が消えたせいでもチクの顔わかんなくなったよ。こっちか。あ、これいいや。チクチクチクの棒。びっくりした。めっちゃ遅れてね、音。あ、そうなるわけね。今、コーヒーメーカーのアイコンを作り直し、アイコンっていうかロゴマークを作り直しながら YouTuber の人が来るのをクラブハウスで待っている状況になります。ピリちゃんはインスタだかツイッターだかにそれを宣伝してくれている形になります。今日も元気いっぱい頑張っていきましょうね。よし、投稿完了。あざ。よいしょって、こらしょ。インスタにもアップしとこう。ありがとうございます。インスタってどうやって投稿する？インスタプラスボタンか、これ？難しいよね、インスタ。みんな当たり前のように使ってるけどね。そういうものじゃないんですよ。そういうものじゃないんだ。そう。だって分かんないもん、使い方。まあ、ほぼインスタなんか投稿してないんだけどさ、この間、結構年下の子に、インスタの投稿を見ましたみたいな言われて、あ、見たよって言ったら、なんでいいねしてくれないんですかって言われてさ、そんなえって言って、だって別にいいねって思わなかったんだもんって言ったら、うわぁ、ないわーみたいな感じで言われてさ。でも、なんか、どうやら今時の若い子は、その既読感覚で、はいはいはい、そのいいねをするらしくて、俺らはさ、ツイッターとかだとさ、いいねって思ったやつしかいいねしないじゃん。でもインスタはなんかね、どうやらその子によると、そうじゃないらしいよ。だから、難しいね。そんな文化の違いを突然、押し付けられてもっていう。マウント取られてもってやつだね。そう。やっぱり、ね、若者にはね、勝てないんですよね。その子10代だから、ね。まあでも。お、1枚増えた。こんにちは。こんにちは。今、チクボーの顔を描いてます。それだけじゃ何の説明にもなってない。今、いなくなった。もうすぐいなくなる。なんやねん。怒らないで。怒ってない、傷ついてる。かわいそう。よりかわいそうな感じ。死にたい。いやいやいや、急にメンヘラーになる。この空間は俺とお前しかいないんだから死にたい感じにならないで。すごいね、こんなライブ配信ってめっちゃ遅いんだね。ねえ、だいぶ遅れるね。普通ライブ配信って何を配信するんだろうか、みんな。生放送で、しか
楽しめないこととか。なんだろうね。まあよく見るのは、楽器を演奏していたりとか、ゲームの実況だったりとか。あ、こんにちは。一枚増えた。こんにちは。入った。あと、料理したりとか。いやー、これ。すみません。そろそろ電源がなくて切れるのかなって。あら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 。ふん。ふん。よいしょ。はい、だだだだだだ。さて。疲れてきた、ちくの顔を描くの。ちょっとした罰ゲームみたいな、ね。ちくがこの場にいたら騒がしいんだろうな。ああ、間違った。ライブ配信って見たことある？ちなみに。いや、あ、まあまあ、あることはあるよ。あるけど、見ようと思って見たんじゃなくて、なんか、うん、ゲーム実況動画あるやんと思って見たら、それがライブ配信だったっていう。なるほど。感じ？なんかでもトークテーマとか用意しておくべきだったね。確かに。なんか始めればすぐ、なんか光るレベルが来るかと思ってた。来るわけねえよ、普通に考えて。そらそうや。また前見たく何が出るかなって、話題を。やります？なんか。やる？いいよ。なんかねえかな。まあ、それ終わったら。あ、しまった、めっちゃ。ああ、いや違う。ああ、どうなってんのこれ。このポジションに、地区を据えてみたんですが、どうですか？すげえなんか、集合写真の時に休んだ人みたいな、浮き方。もう仕方ないよね。なんか言ってよ。いや、見えなかった。あ、ごめん。うん、いいと思う。ざっくりだな。ピアスつけてあげたら喜ぶ。ここにまだ耳をかきかせって言うのか。あ、いやいやいや、なんかちょこっと垂れてる感じでもいい。垂れてる感じ？ほら。本当だ、なんかついてるの？ほら、ピアスの穴を開ける。なんか地区の動画で、ピアス開けた動画出てくると思いますけど。言っていいんだ。いや、ピアスをつけた動画だから別に。あいつピアス開いてなかったの？開いてたと思うけど。いいか、まあわかりづらいけど、ピアスっぽい感じだけ出してあげましたんで、うん、許してくれるでしょう。いいでしょう。いいでしょう。ちなみに、今見てる方、いいねボタン、グッドボタンだけでも押していただけないですか？なんでもいいですよ。もうアクションしてくれたらそれだけで俺たちクソ嬉しいんで。なんか話しかけるたんびに抜けちゃう。よかったら、グッドボタンだけでも押してほしいな。やべえ、気づかれたみたいな感じかな。誰だろうね。すごい気になる。このずっと見ててくれるのはすごいありがたいけど、めちゃくちゃ気になっちゃう。地区じゃない？もしかして。いや、地区だったら LINE 来ると思うんだよ、ね。確かに、確かに。我慢できる子じゃんみたいな。我慢できない。我慢できないじゃん、地区は。お、また一枚増えた。こんにちは。こんにちは。今、クラブハウスでライブ配信してて、有名 YouTuber が来るのをずっと待っていてですね、もうかれこれ50時間、ちょうど50時間経ったところ。好きだな、それ言うの。もうほら、息するのも辛くなってきて。呼吸器系の。寝ないで50時間になるとだんだん幻覚が見えてくる。そっか。だんだん地区が可愛く見えてきた。どうしよう。ちょっとやばいかもしれない。結構重症じゃん。やばいかもしれない、それ。あいつこの間突然なんかわけわからん言葉喋り始めたと思ったらなんか、ハングルを練習してるみたいな。ね、いきなり最近やたら韓国語の練習してるよ。うん。なんか、韓国が好きな女の子は、ハングルを病気しないと死んでしまう病気なんですか？何言ってるか分かりたくなるんだよ、好きすぎて。あ、逆にね。いや、逆でもね。なんかほら、LINE のさ、一回閉めていい？いいよ。LINE のステータスメッセージのとこにさ、めっちゃハングル書いてる女の子いるやん。うん。どうしたって思うよ。わかる。
どうした？頭大丈夫っての。当たり強。本当になんか人が一人増えたり減ったりしてね。ね。誰だろう、知ってる人かな。なんかあれじゃない。接続の関係的になんか消えたり増えたりだけで、カウントだから、システムのカウントがちょっとミスってるだけ。なるほど、ワンチャンありますね。何してたんだっけ。チクンの顔書いてたんだ。書きながら忘れてしまう人の顔。難しいなぁ。よし。うん？これでパックの招待したけど招待できねえんだよ。多分通知が来てると思うよ。勝手に入れる気がする。入れるでしょ。うん、招待はできない。できない。今さ、ちょっと借りていい？こういうとこだよね。ここに行ってね、ゆりりんを探すと、秒で出てきた。あざー。登録者。待っています。うん。部屋に入りました。パックもモデレーターにしちゃった。あ、ありがとう。こっちから音が出るのか、うん、この音ゼロにできないの地味に不便だ。不便だよね。ねえ、なんか別にそんな、まあまあでもそりゃそうか。ただ入るだけでほっとく人っていうのが出てくるもんね、フォローのために。うん、ああ、人生って、せちがら。こうかな。誰に手振ってんの？ほら、見えるじゃん。何が？あ、違うのカメラもオンにしてくれたから見えてる。ほら。多分今めっちゃビビってる。スタチ悪い。今何の話し始めたのかと思った。多分、ふざけんなやつだろ、今頃切れてる。やめろ、その心理学者みたいなやつ。なんか変なポーズさせたら地区っぽい感じでた、うん、それさ、それするんだったらさなんか見えるから。いや見えてない。どこだどこだ。見えてない。なんか白すぎない。そこのライトいらないんじゃない。いらない。暗くない。でも多分これ関係ないんだよ。ああ確かに見えないんだよ。暗すぎ。なんか、地区っぽいムーブができていますね。それやるんだったらさ、うん、みんなこうしろって。いや、マジマンジじゃん。マジマンジ。そういや、これ単体で書いてるけど、なんか上に伸ばすと誰かと被らん、被らない。うん。よくない？この方がバカっぽくて。うん、バカっぽくていい。人がいないとこで散々悪口言う。こんにちは。一名増えた。こんにちは。ご視聴ありがとう。なんでありがとうまで聞いてくんねえんだろう。いや、多分、このラグを考えるに、その、喋り始めすら聞いてないぜ、うん。みんなシュッて入って、面白いことしてねえなって思ったら、ビュンって行くんでしょ。逆立ちしとこうか。うん、やっといてやっといて。逆立ち。助かる助かる。なんか、ひっくり返ってたら俺、多分、えってなるかな。なるな。何してんのってなるかな。愉快な感じ出してる。よいしょ。あ、てか、あれだな、配信するんだったら、コーヒーメーカー T シャツ着てくれよ。うん。
早いね。もうすぐ1時間経つよ。何にもしてないのに。うん、ひたすら座って、ジュース飲んで、俺はグミをずっと食べてます。まあでもこういう空いた時間がないとね、なかなかこのアイコンの作り直しとかもできないからさ、うん、逆に良かったかもしれん。そうだ。今日の動画編集でもしとこうか。ああ、そうしよう、そうしよう。配信の意味やね。本当に。これでも今日の配信じゃない？え？今日の動画これでいいんじゃない？あ、そうか。これがアーカイブになるわけだ。うん。見える？何時間とかいう動画。ちょっとは見るんだ。確かに。飛ばし見てくれたら。うん。5分見てくれればいいの。ありがた、ありがたです。いいかな。よし。はあ。あとは地区に色つければ終わりだ。結構秒だったな。なんか、でもさ、これスペース的にもう一人ぐらいメンバー増えそうな感じするよね。よく、なんか、地区のそのポーズめっちゃ面白い。ね、なんかっぽいよね。本人っぽくない？なんかサザエさんに出てくる。最後のこう歩いてくるところね。サザエさんが最後になんか混ざっても分かんない。作ろうけ、アニメーション。本当に全然ありだと思う。確かに。地区って髪、なんか暗くしたよね、最近髪の色ね。何色かな、もうこのぐらいかな。眉毛も茶色なのかな。お、難しいな、人の顔作るの。どんな色が好き？赤。赤い色が好き。たくそすぎて面白い。一番。なんてかかってこいよ。たくそって感じだな、今の。ムカつく。マジムカつく。ね、このさ、ん？あれがある、再生リストあるじゃん。再生リスト？これ。心霊スポットのさ、リストの中にさ、うん、なんで山頂入ってるこれはアップしたのはお前やろ。心霊スポットじゃねえだろって。俺騙してねえよ。てか、あの、入木峠ってさ、すっげえしょうもなかったじゃん。うんうん。何にもねえじゃん、ここ。何にも怖くないじゃん。あそこ、マジで映ってたよ。何が？やばいのは。最初、道路歩いててさ、うん、その後、なんかトイレみたいなとこ見つけたでしょ。あったあった。あのトイレのね、手前の2番目のドアのとこからなんかね、黒い影が出入りしてんの。どういうこと？ちょっと見たい見たい。見せてあげる。いや、でも僕はね、霊的なものは何も感じませんでした。いや、僕も感じはなかったんだけど、ここか。そうだね、マジ衝撃受けたんだけど。ほら、抜けたよ、多分見に行って。どこ？あのね、白い壁があるじゃん、隙間。うんうん。ちょっと待ってね。黒いものがね、いきなり、うって消えるの。あの隙間に？うん。ドアとドアの間に白い壁があるでしょ。うんうんうん。あそこにね、黒いものが見えるの、今から。ほら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 、見た？え？うっ、うってなる。もう一回。カメラが降りるところに、時にね、白い壁のところに。ほら。ほんとだ。何今の？ね、すごくない？何あれ？ね、謎なのよ、あれが。ちょっと衝撃受けちゃってさ。なんかうにゅって出て、ひょって消える。ほら。ほら。ほんとだ。ね。なんか全然、なんだろう。ひゅってね。ちょっと怖いやん。ね、映ってんじゃんと思って。また行って今度はこの中に入ってみる。ここにさ、カメラ置きたいよね。あー、いいね、置けたら。この、もうこれ以後は出てこないわけ。そうそう。ほら、本当だ。ほら、本当だ。ほら、消えた。ほら、入ってくる。本当だ。え、怖っ。やばくないこれ。
よう見つけたね。消えた消えた。で、なんだろう、これ、マジでなんかいるよ、ここ。それを検証っていうか、そこを見て、うわーっていう動画撮る。ね、撮りたいね。なんかいたよね、みたいな。ね、すげえ怖えんだけど、これと思って。へぇ、そんなの作ったんや。なんかいるよ。全然気づかなかった。なんかいるじゃんっていう。よかったら、入り木峠のですね、8分50秒ぐらいのあたりで、トイレのドアとドアの間に白い壁があるんですけど、カメラが上を向いて降りるときに、壁のところになんか黒い影が出て、また戻ってくるんですよ。中にヒューってドアの隙間を通ってくるんですよ。これなんだろうっていう。なんだろうね。っていうのをね、編集のタイミングで気づけばそこをね、フォーカスできたんだけど、その後編集が終わった後に、ふとなんか見てるときに気づいてしまって、そこに。ちっちゃい画面、パソコンとかで見てると気づかなかったんですけど、テレビで見るとすごいわかりやすくて。確かに画面でかいとわかる。だ編集の時全然スルーして。お、視聴者が4人にまでなってる。こんにちは。今ですね、入り木峠でね、ホラー。あ、減った。よかったら見に行ってみてください。ぜひぜひ。入り木峠の心霊スポットのある中に8分50秒あたりのところに動画が8分40秒ぐらいから再生してもらうと分かりやすいんですけど、トイレのドアとドアの間の白い壁に何か黒い影がヒュッて出てヒュッてまた入ってくる。怖いね。恐怖感じる。っていう現象が起きてまして、これなんだろうっていう。もし何かわかる方いれば教えてください。霊能力者を呼ばないといけないね。いや、わかんない。これ見てる人でなんかそういう霊的な何か力を持ってる方がいるかもしれない。いますか、持ってる人。かかってきてくださいよ。なぜ煽る。なぜかっていうとね、僕が幽霊を信じていないからなんですよね。おらおら。あそこ。あそこの一番右なんかいるよね。暗いところ。どこ？黒いところ、なんか白い、なんかちっちゃい男の子いない？怖いんだけど、何どれ？一番、ちょっとね、斜めに見ると分かりやすいかも、画面を。いやいや、言われたらいるように見えるのが余計怖いんだけど。なんかさ、おかっぱ頭みたいな子がいるよね。え？これ？そう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 。怖い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 。おかっぱ頭の男の子がいるんですよ。いや、やめてよ。見間違いよ、そっちは。いや、だって、いるでしょ、なんか座り込んでない、こうやって。今、8分53秒のところで止めたんですよね。したら、トイレの壁の横、まあ、壁から今、黒い影がひょこって出てるのと、その奥の方に、おかっぱ頭の、白い頭の子が座る、地面にこうやって座り込んでるんですよ。いるよね。どうかな。そういう風にも見えるけど。でもやっぱその手前の影がさ、あれやばいよね。あんなくっきり、だってあんな風に映らないよね、自分たちのライトとかでも。だってライトこっち向いてるじゃん。ね、だこっちが、あ、なんか影ができるわけよ。影が上に来るならわかる。それにあそこに影ができるんだったら手前のドアにも影がないとかしない。あれだって普通に中に入ってってるし。心霊現象ですね。っていう、ちょっと、バビった話でした。バビった話大きいと。おえ。ああいうのもっとガンガン映ってくれたらいいんだけどな。声とか入ってくれたら最高なんだよな。なんかここら辺で映ってたりしねえかな。ねえ、なんかいたらいいよね。ペコちゃんハウスの時もなんか映ってたもんね。ペコちゃんハウスは完全になんか生き物みたい。びっくりした。今何が出たかと思ったら地区だった。へえ、怖たん。なんかやっぱみんな都市伝説とかさ、心霊スポット、心霊現象みたいなの好きだよね。怖いけどやっぱ見えるよね。見ちゃうよね。うん、確かに見えるもん。いやー、怖い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 。怖い怖い。やってらんないわ。すげえ顔してんの、俺。うん。うんって言うの。傷ついた。悲しい。あいつもすげえ顔してんの。ライトがすげえ眩しかった。確かに。
なんか、イレキ峠ってなんかいるんですかね。なんか、あんまり聞かないんでわかんないですけど。なんか、僕らとりあえずその、鹿児島の、有名なところは行ったんですけど、行こうっていうので行ったけど、でもなんか、便利だね、YouTube 見れるの。うん。俺、ペン回し動画撮ろうかな。どうぞ。ほら、僕ね、中学校の時すごくペン回しを練習していてね。俺はできなくて諦めたパパ。本当？できますかみんな。この普通回しはできると思うけど、逆回しもあるんですよ。この角度じゃわかりづらいな。履歴闘技で検索すると俺たち2番目に出てくる。本当だ。すごくない？ 46 回しか視聴されてないのに。こっちの方だと視聴回数全然高い。本当だ。あ、だって昼間だもんね。これなんかただ道っていう感じだね。うん、そのまま左のイラストのやつは、心霊的なのやつ。でもこれなんか、なんだろう、これ見たことある？ない。これすごい。あの、入木峠で検索してもらうと、一番最初に鹿児島の YouTuber 出てくるんですけど。やからじゃねえ。いやいや、でもね、この人たちね、カメラ設置したらすごいこと起きてんの。そうなの。その後、だから入木峠めっちゃ調べて、この人たちの動画を見ちゃったんだけど。そうなんだ。全然俺の人生に登場したことないような人たちの集まりなんだけど。めっちゃ鹿児島弁の YouTuber。ビッグフォース、うん、なんかでも解散したっぽいよね。動画も全然上がってないんで。でもこれ6ヶ月前なのに。で、ここにカメラを設置したら1回目が落ちるんだよね。カメラ。これはもう今何動画なの？そう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 。このカメラを置いてるのをここに設置して、ちょっとどっかいなくなって、また見に来たらカメラが倒れてるっていう。うん、こうやって倒れるわけ。本当だ。まあ、これはだから風で押されたとかはあり得るじゃん。そうね。全然。ただね、この後のね、もう一回やるってなって、ここにカメラをもう一回ね、そしたら、すげえわけよ。ここにカメラ設置するじゃん。うんうん。ちょっと音量出したらいいかな。ロックオンじゃん。ラップのところじゃないよ。おぉ。しかもドアさ、風に押されてんのかなと思って、下が抜けてるわけ。だから風が押すわけがないわけ。へぇ、すごいね。閉めてたドアを、しかも。怖っ。ほんと？やばくなる。怖すぎん。ね、これだ、こんなこと起きてたら、ところに俺たち普通にいたんだよ。わからんけどさ。わからんけどね。わからんけど。わからんけど、動画としてはおもろい、ね。うん。でも今度カメラ設置しに行きたいなと思って。ありだね。これでももう一回編集し直したいね。このアップしたやつをそのままさ、編集できれば一番いいんだ、うん、途中で気づいたのかな。もう YouTube から直接落とすしか。でも URL が変わっちゃうからさ、視聴回数変わるじゃん。ああ、もう新しい動画として出したいんじゃん。まあ、それでもいいんだけど。プラスで出せばいいのかな、うんうんうん、追加で。そしたら、動画的にもプラスだし。確かに。で、なんか次やるときはそこにこうナレーションなり、うん、なんかみんなでね見てうわーとかいうのを見て、次はだ、地区が来てからそれ撮影してもらう、うんうんうん、ありありながら。
なんかすいません、プライベートの話になっちゃいました。なんかこの画面を一緒に見れたらいいよね。このパソコンこちらに置く。でも俺たちの後頭部見ても感じる。俺たちはもう横顔でこう、うん、みたいな。これなんか流せないのかな。ああ、これに？なんせ配信初めてだからね。これどっかに流せないのかな。すげえね、こんなに世の中 SNS だ、うん、見たことないのばっかり。これどっかにピッてしたけど。1時間経ったな。20時間経ったね。2時間ぐらいまでやっちゃおう。OK。ああ。ペンの電池切れた。充電に入ります。ああ、ホラーメーカーも最近なかなかいけてないですね。うん。よいしょ。その今左にあったやつって何？それ、その十線か。あの建物何？これ、うん、都道府県別だから鹿児島に変わる。ああ、鹿児島だったわけじゃん。あ、いや、鹿児島だね。あ、鹿児島の十線。確かに、これ見てもいいかもね。ここは行ったところじゃないのか。でもあんな綺麗に見えなかった。これどこ？ああ、いや、これだから昔こんなに綺麗だ。あれでもこんなんじゃなかった？夜行ったから暗かったけど。だったっけ？俺何も、なんか全然入れんくて何も見えんみたいな感じだった。ちょっと見えなくてつまんないですよね。こんな感じで今見てるんです、実は。実はね。でもテレビ何が映ってるかわかんない。そうだね、比較的。やっぱ楽する？切っちゃったよね、電気も。え？うん。うん？全然見え。見え？開門トンネル。指宿市にある2つのトンネルの名称だよ。そうなんだ。文字までは見えないね。うん。開門トンネルも行ったね。城山公園だって。あ、鹿児島市の方ね。城山公園って何？鹿児島市の。鹿児島市白山町にある公園。どこ？どこ？そんなとこあるか。展望台から桜島を見渡すことができるって。あの展望台のとこのことじゃないの？うん。どこ？天神山。ああ、ここも行ったよね。あの、吉野かどっかの。おいで、おいでと子供を崖下へ誘う霊がいると言われている。いろんな霊がいるなぁ。暇なんか？うん。へぇ、肝付きだって。鹿児島で最も有名な心霊トンネル。小串かな。うん。トンネル。
お、出た、イリキトグリ。イリキ、全然言えなかった。カーブ近くの自動販売機の前に女の人が立っている。いなくなっちゃった。ほら、まあ、余計見にくくなったんだよ。そうかも。飲み止まり。あ、戻ってきた。こんにちは。パックンです。ペコちゃんハウスだ。なんか有名 YouTuber どころか一っ子一人来ないね。そうなんすよ。そうなんですよ。一っ子一般人来てくれてもいいだろっていう。あ、部屋作っとけばフォロワーの人がちょいちょい見に来たりするのかなと思ったけど。全然。そんなことないんだね。まあ部屋のタイトルがよろしくないのかもしれないけど。なるほど。まあでも心霊スポットってもう適当に見えた見えたって言っとけばそこが心霊スポットみたいな感じ。身も蓋もないこと言っちゃった。誰も来ねえし誰も招待できない。招待できないっていうのがね。あ、できた。ん？なんか。もう解除されてる。誰が来そうな人いないかな。マジだった。なんかあの、鹿児島のアルパカ TV。アルパカ？なんか、ユーチューバーの方がいるよね。鹿児島の人？うん。ユーチューバーの。その人がなんか、友達先生来たから、そうです。OK したら。やったよ。ちょっと地区の顔が思ったよりずれた。大丈夫か？うん、なんか詰まった。詰まりんぐらい。グミかな？グミでしょ。ああ、全然来ないですね。とりあえず6時までやって来なければ、もう直接ヒカキンあたりの家に行こうかな。やめろ。なぜ来ねえんだって。怖い怖い怖い。マジでやばいやつ。うん、いい感じにアイコンにチクボーンも入りました。仲間入り。いいね。喜ぶんじゃん。うん。泣くかもね、喜びすぎて。うん。謝罪してるかもね。よくさ、あの、ラーメン屋さんに行くとさ、いきなり下ネタ言われる。言わねえよ。下ネタじゃねえんだわ、それは。そう、書いた瞬間に謝罪。言わねえよ。そんな興奮されても。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。人、ただでさえいないのに消えるだろ。まず、イルミアというのは、正式名称をバイエル経年結社に1776年、
イエズス大帝のイングリッサス大学の28歳の教授であったアダム・バイトハウスとして設立された。彼は学問を極めるイエズス界の反科学的な姿勢に不満を持つようになり、古代エジプトの神経このようにうん、いいね。うん。ずーっと見ててくれて、ほんとこんなつまんない配信、ずーっと見ててくれてありがとうございます。つまるつまらないどころか何もしてないから、ね。だから何もしてないのにずーっと見ててくれるのも。本当にごめんっていう気持ちです。次やるときは、もうちょっと面白いことやるんで。そうだね。逆にこんだけいてくれるとさ、こうつけっぱなしでどっか行ってんじゃないかと思う。まあ、ちなみにどちらのファンですか？パックン。パックンだったらグッドボタン。ゆりちゃんだったら何もしない。どうぞ。どうぞ。なんか来ました？来ないですね。今ちょっと、ちょっと時差があるから。ああ、なるほど。今ほら、ちょうど。お、これはゆりちゃんか？なんで？グッドボタン押さなかったよ。押さないとそうなる。で、今度は次にゆりちゃんだったらグッドボタン、パッカンだったら何もしない。どうぞ。確かにそれは公平な判断。それで押したらでも傷つくけど。だいぶね。もう帰るよ。イルミナティってないね。秘密結社。これはイルミナティとはロスチャイルドの金銭的バックアップを受け取ったという説がある。ロスチャイルドは岩子が世界を支配する財閥として広く知れ渡り、推定資産5000兆円とも言われる財閥。これ何1兆円なんて半分に隠したなんて貧乏だな。そしてよし、書き出します。これはああロシアに24の規定で構成されているユダヤ人の世界政府ユダヤ公国、つまりニューワールドオーダーを実現するプロセスがある。そこには世界政府のサミットは国家、階級、世代、性別の対立を煽るし、民衆に対し戦争や革命、暴動などの社会不安を誘発する。メディアを利用した最新の洗脳と思考力の低下を進めるとおぶちゃんにやってた。そして1921年、イギリスの著名な著述家の著者は世界中の出来事が全て秘密結社が行われた陰謀の産物である。その元締めがイルミナティだと判断している。そしてトランプ大統領でこのユダヤ法を作るために大きな貢献者、傷つかないで聞いてほしいんだけどさ、この裏にいるのがクシュラ。ああ、いいよ別に。もうびっくりした今。伝わった？グッドボタン押されてないと思う。違う違う。え？見て、ちゃんと。うん。え？グッドボタンをちゃんと見て。押されてんだ。そう。いや、え？どっちだったっけ？あ、俺だったら押さないでって言ってた。そう。マジ嫌いだな、あなたに。まあ押したやろ、それは。どうやって自分で。自分で押せないし。違うやファンクに入って。バレたか。でん、でん誰も来ないね。夢はかなく終わりそうだ。お、3人になった。こんにちは。わこんにちは。わぜひコメントお願いします。うん、こんにちはって。こんにちは。ちくわよし。あ、終わった。え、書き出し終わった？書き出し終わった。じゃあもうアイコン書き換えようぜ、今。あれ？
ああ、PF か、PNG だった。うん。PNG。ピング、ピング。こんにちは。こんにちは。なんで近づいたら離れる？それが恋愛ってやつだよ。もう人を愛せない。かわいそう。待って、さっき抜けた人さ。さてと、なんかただ待ってるのもあれだから、編集のスキルアップを目指そうかな。そう地区5時半って言ったよね。5時半に仕事が終わるのかな。そういうこと？わかんない。なんか5時半から行けるみたいなこと言ったけど、5時半に来れるのか。待て。何してんのあれ。本当にあんなナゲットの支え方で行くの？行くんじゃない？ゆっくり上がってくる。黙んないライブ配信中にって今思ってるだろ。俺も頑張ってさっきから喋り続けてきたけどさ、さすがに諦め始めてる。全然見てないけどさ、入ってたら面白いもん。クラブハウスはさ、あんまり今注目してないじゃない。うん、いつの間にか、いつの間にかなんか光がいるとかなんかだったらめっちゃ面白い。有名人が来るのを今待ってます。1時間以上待って結構グロッキーです、うん、今1時間半なんですけど4人にまで増えた。ものすごく疲れてる、うん、でもなんか流れとか美味しい、うん、もう1日半待ってます。全然来ないです。誰か、誰か皆さん知り合い経由とかで有名人一人引っ張ってください。全然もう来る来ないは別にして僕たちと戯れてくれてもいいんですけど、うん、コメントくれればいろいろ何でもできるんですけど、1時間半コメントなしでこの2人でただ喋り続けるの結構しんどいし、なんか質問コーナーでも何でもいいです。うん、 NG なしです。 NG なしで何でも答えてやるよ。どしもネタでもいいですよ。むしろウェルカム。
大好物です。全然コメントください。はい、ハローって。来ないな。誰か来ないかな。手越くんとか来たら面白い。望みが高い。分からんじゃん。誰が来るかなんて分かんない。そうそう。想像を超えるような人が来るかもしれない。西小池入ってこないかな。上手文字だ。すごいね、手越くん。でも、もうジャニーズじゃない。じゃない。お、4人まで増えてる視聴者。めちゃ、この時間からどんどん増えるかな。みんな家に帰り始めるころだから。確かに、時間帯がそうかもね。うん。始めるのが早かったかな。じゃあ、この1時間半は何だったんだよ。今は楽しい時間で。そうか。皆さん、ぜひコメントください。今、これから何やってんだって思うかもしれないんですけど、ちょっと、あまりにも早く始めすぎて、ぐだっちゃったっていうのが現状なんで、話しかけてもらえたらもうめっちゃ元気出て、何でも話すよ。そう、なし。仕方ない。コメント書いてやるか、俺が。おめえが書くの。こんにちは。めっちゃ、めっちゃ響いたね。全然有名人来ないので、今、帰れない状態です。帰りたいよ。お腹すいたよ。もう3日この状態だよ。ほんまにな。ああ、元気出てきたぞ。ガルボクしたら元気出てきたぞ。無視じゃん。誰？前下おらん。ああ、ごめん。視聴者に話してくれなかったって。いや、視聴者に話してるにしても、君が反応してくれないと、普通しろ僕一人だよ。ああ、文句しか言わん。もう解散かな。ずっと見てくれてる方って本当に楽しいですか？楽しいか楽しくないかだけでも教えてください。楽しいか楽しくないかで言ったら、実中ハック楽しくないと思う。でもずっと見てくれるんで、こんないい人いないよ。いや、いや、見てくれてるかどうかわからないよ。バグ。デバイスでつけて、バグ音消して、ネットサーフィンしてるかも。繋いだ瞬間に寝落ちたか。偶然。もうめっちゃ視聴者増えてる。ありえる、ありえる。その感じありえる。こんにちは。今、クラブハウスでですね、有名人が来るのを待ってる段階なんですね。クラブハウス、最近流行ってるから、コーヒーメーカーで始めたんですよ、みんなで。うん。いろいろ、ここ2日3日で使い方をちょっと試行錯誤して、うん。で、今日、有名人とつながりたいという運びで、
アビー。アビー。アビー。もっとアビー。元気？もっと早く来てくれよな。まあね。うん、で、まあそのクラブハウスの部屋を作って、待ってるんだけど、うん、全然来ね。もう有名人どころか一般人が一人来て消えたぐらいの感じなんですよ。助けてください。I wish forever he told me. なんでそれ？え？助けてくださいって言ったじゃん。そういうこと、そうそうそう。誰にも伝わらない。いや、お前に伝わんないと俺はもう終わりなんだよ。セカ中ね、セカ中。そう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 。まあ俺見てないんだけど。いや、見ろ。面白かった？うん。本当に？ 8 回ぐらい見て。闇金ドックスより面白かった？闇金ドックスの方が面白いかな、俺。ちょっと続きが気になってんだよ。家族3人で見てくれてるて。家族3人、3人別々のデバイスでってこと？それはそれでちょっと面白い。ちょっと再生数を伸ばすために、こう、ちゃんと携帯、自分の携帯で見てみたいな感じで見てくれてるってこと。それはちょっと面白すぎる。アビヤマさん、たまんねえな。なんかね、話しかけてもらったらやっぱり僕たちも喋ることができるんですよ。うん、今1時間半やってあなたが初めてのコメンテーターなんですよ。うん、なんかね、質問とか、雑談とか何でもいいんで、今繋がっとけば子さんぶれますよ、うん、今後。もう何でも質問答えますよ。何でも。NG なしです。なんかこういう企画やってほしいとかいうのもね、ぜひ YouTube やってる人、うん、見てる人から教えてほしいんですよね、僕らね。うん。うんなんか一年間やってきたけど、まだ試行錯誤の連続なんです。うん。あとは心霊スポットで行ってほしいところとかね。確かに。ぜひ、教えてください、行くんで。ちょっと近ければ、この後、地区と合流したら行くかもしれないんで。うんうんうん。全然行くよ、そう。言うて5時半だよ。そうだよね。なんかめっちゃ暗く感じるけど、まだ5時半なんだよね。5時半だよ。暗く感じるって、カーテン閉め切ってるよ。うん。確かに。はぁ、皆さんちなみにクラブハウスってやってますか？か。どうなんだろうね。結構まだやりたいけどやれてないって人も多いもんね。その時はゆりちゃんまで言ってもらえれば招待しますんで。ほんまに？喜んで。喜んで。この YouTube でしか俺はこの発言してないから。あら。他から依頼が来るものは全部拒否るけど。そうなんだ。YouTube 見ました。ゆりちゃん大好きですって一言言ってくれれば、すぐ招待します。ゆりちゃん大好きですまで言わんとダメ？そう、ダメです。もうそこまで言わなかったのさよならです。なるほどね。俺もパックン大好きです。焼肉をおごってあげますって言ってくれたら招待してやろうかな。できるんだけど。ああ。廃墟行きたいな、廃墟。廃墟怖いんだよな。なんか宝探しとかできそう。それ遺品整理してした方が早いんじゃない？確かに。はあ。なんて書いてある？あ、英語を学ぼうのやつね。すごい、B を言えるようになってる。おお、B を言えるようになった。じゃあ、あと、A だけ言えれば、アビーになる。確かに。A、A、これだけ覚えさせようか。はい、そうしよう。パックのことを言えるんだよね。パッパって言うんだよね。パって言うの？うん。何その話、初めて聞いたんだけど。あれ、この間言ったよ。言ったっけ？ LINE で言ったし、ひでえ。ごめん。意識が飛んでたかもしれない。パックのことで、パッ。うわ、めっちゃ怖くない？これ。本物じゃないの？怖すぎんだろ。今 YouTube で心霊動画みたいなのを見てるんですけど、うん、パックンが幽霊のことを信じてなさすぎて、全然こう、疑ってかかってしらけさせるっていう。いや、いいんだけどね、幽霊はいても。うん。いいね、娘ちゃん。なんか覚えさせようか。いいよ。なんか覚えさせないと。下ネタはダメよ。ひでえだろ。ひどすぎんだろ。いきなり下ネタ覚えさせようとした。何歳なんだっけね、娘ちゃんは。まだ1歳ぐらいじゃないかな。あ、俺、甥っ子が1歳だけど、うん、
まだ、あわわわわってやったら、キュッキュッって言うぐらいで何も喋らない。もうそう、下ネタ覚えさせた方がいいんじゃない。確かに。ピンカーとか言うかもしれない。泉じゃん。ゲラだろ。いいなぁ、あんな竹林の中に行ってみて。竹林じゃないか、竹林か。ゆーりーちゃん。パックン。ゆーり、ゆーり、ゆーり、ゆーり。ゆりちゃんとパックンのどっちを先に言えるようになるか競争だぞ。絶対パックンでしょ。パーまで言えるんだよ。確かに。ただ、クンを言うだけ。この勝負いただきだぜ。パッちゃんとか言ったら面白いけど。めっちゃおもろい。もうでも B は言えるから、パッ B も言えるわけ。それはそれで面白い。どういうことってなるけど。めっちゃ筋肉痛なんだよね。なんで？昨日エアロビさせられたから。エアロビ ?1 時間半にわたり。はぁ。いいじゃん、めっちゃ痩せるじゃん。痩せた。最近だからダイエットしようと思って、すごく自転車乗り回してるんですよ。そしたら太ももがわけわからんぐらい硬くなった。しまれた？太ももだっつってんだ。話聞け。ゴリゴリに硬くなったっつって。なんか前はプニプニしてたのに、なんか最近コリコリしてる。でも痛いんだよね。さあ、全然有名人来ないですね。一般人も来ないですよ。え、一般人いっぱい来てるから。すごいいっぱい見に来てくださってるのに、何も考えずに始めたからいきなり。まあ、俺たちに日があるってことだよね。うん。それは否めない。はい、じじじじ。よいしょっと。パク山田パク太郎です。誰でみんなはプイプイモルカーって知ってますか？最近すごく流行っていて、子供のいる家庭とかは特に YouTube とかで短いアニメなので見てる人もいるかもしれませんが、モルモットと車が合体しているんですよ。可愛いんでみんなぜひ見ましょう。眠くなってきた。ひでえな。喋り続けるのしんどい。ね、結構ね、ずっと喋らないといけないの、つらいよね。そう。あ、で、ああ。ああ。あ、愚痴来ないかな。お、なんか来たよ、俺は。4人で料理対決見たいですって。ちささん。料理対決？料理対決見たらシャニオが一番強いもん。うん、本業、本業ですもん。どう考えてもね。え、でも俺勝てるよ、絶対に、シャニオに。なんでなんで。任せろ、俺シャニオの唐揚げのレシピ手に入れたから。潰しに行く。そうなの？何その情報、今初めて聞いたんだけど。いやいや、YouTube 動画になってるじゃん。あ、あの動画の話ね、はい。全く同じレシピで作ってやるっていう。でも4人でって言ってくれてるから、普段から見てくれてる人ですかね。確かに。俺、美味しい水作れるし。美味しい。俺もなんかちょっと料理、あ、俺、この後料理動画、そういうのアップしたわ。ねえ、パックもほら、だからやってるし、チクもやってるから、みんな料理動画やってるから、4人で。お前だけ異質じゃね？ちょっと。俺、美味しい水。いや、料理って言うのはね。水、水一番大事なんや。生命の、なんだろう。4点がずれてた。じゃあ、今度、4人で。料理対決しっかり取りますので、ぜひ見てくださいね。まあ、携帯としてはあれですかね、その、同じ料理をそれぞれ4人で作って、どれが一番美味しいかっていう感じ。でもいいし、なんか材料を決めるかだよね。あ、同じ材料から。そう、同じ材料を置いて、うん、好きなものを、これで誰が一番美味しいものを作れるか。もう何作ってもいいっていう。それも面白いね。それいいね。それ楽しそう。なんか、地区がなんかそういうタイプのことやりたがってるよ。うん。やりましょう。なんか、お使いとか、お使いなかなかいけてないけど。やろ。ドレミファソラシドドシラソ。初めてのゆりかりや。初めてのお使い、楽しみだ。
お、いいね。ちなみに、お母さん食堂の材料を使ってアレンジバトルとかもいいと思います。わあ、お母さん食堂押してきますね。いいですね。今日はね、実は用意してるんですよ、お母さん食堂の商品を。お、早速？じゃん。読んで。読んで。スパイシージャンバラヤ。お母さん食堂なんですよね。で、ちょっとほら、この間買ってきたのはさ、なんちゅうの、結構こう、素材的なのを買ってきて自分で勝手に調理した。まあ、チゲ鍋はあれだったけど、うん、けど、なんかこういうのもあるんだと思って、この冷食でスパゲッティとかさ、ご飯物とかもあるんだと思って、ちょっと気になったんで、今回これを買ってきて、後で食べようかなって。ちょっとじゃあこれをアレンジする？しない？ねえ、地区から今日来れないみたいなライン来たんだけど。え、嘘でしょ？マジか。待ってたの無駄だった。ああ。まあ仕方ない。永遠に二人で動画撮ろうな、今日は。うん。というわけで、ちょっとチンしてきますからね。いやいや、バトルっつってな。まあ、ちょっと次回、これを、お母さん食堂の食材を使ったバトルとか、そういったのも踏まえて、ちょっとやってみますんで、ありがとうございます。ちささんは、普段から見てくださってる方なんですよね。どの動画が一番お気に入りですか、コーヒーメーカーの動画で。どれだろうね。絶対美味しい水だった。なんでみんながなんかそのコーヒーメーカーを見て、キャラクター的にどんな動画が好きなのかっていうのは気になるところなんですよ、うん。なかなかコメントとかそういうのを見たことなくてですね。そうそうそう。なんかすごく動画自体の編集とかに対してこう、うん、なんかここはこうした方がいいと思います。あとマスクはつけてくださいとか言ってくる人はいっぱいいるんですけど。やめろ。やめろ。なかなかね、そのこの動画が面白いとか、うん、こういうタイプの動画好きだとか、そういうのないんですよ。ぜひ教えてほしいです。ぜひ、どの動画が面白かったとか、あれば教えていただけると。教えてくれるまでここでスクワットしてます。あ、シャニオさんの料理美味しそうでしたけど、調味料細かいのが知りたいです。まあそうだよね。それはね、俺も思ったんだよ。ね、でも細かいの教えてしまうとあいつ潰れんじゃないかなと思って。確かに。ちょっとシャニー、ちなみにシャニオさんじゃなくてシャニオでいいので。うん、もうなんならシャニーでもいいよ、うん。了解です。ちょっとシャニオに聞いて、次回シャニオの、まず土下座で、スーツ着て土下座するごめんなさい動画から始まって、そこからちゃんと調味料教える動画を。あいつんちからレシピ本奪ってくる。お店潰すよ。一応、シャニオはプロの料理人なので、多分、結構美味しいもの作れるので、ぜひ、お楽しみに。お楽しみに。シャニオの唐揚げはめちゃくちゃうまいです。あれはちょっと、僕たちも何回聞いても教えてくれないんですよね、調味料。何が美味しいかってね、もう唐揚げの横にある柚子胡椒が一番美味しいんですよ。いや、関係ねえじゃん。それただの調味料じゃないですか。あれがないと始まらないんですよね。いやもう唐揚げがマジでうまくて、ちょっと、もし鹿児島にいらっしゃるんだったら、ぜひ一度食べていただきたい。ぜひね、本当に。人生で一番おいしい唐揚げだったので。ああ、唐揚げ食いたくなってきたな。どうせ今日地区来ないんだったら、シャニオどこ行く？いや、行ってもいいよ、全然。クラブハウスをひたすらつないで。でも、8時まで、今日まで8時までじゃないっけ。あ、そうなんだ。明日から解除だよね。あ、そっかそっか。ちょっとぜひ、シャニオの方はちゃんと聞き出しますので。なんかみんな今歌ってほしい歌とかあったら、リクエストくれたら歌いますよ。暇なんで。ちょっとタイムラグはあるよね。確かに。
今入ってきた人、この絵見てどう思うの？いや、でも今一人入ってきた。抜けて。俺のせい、うん、いや、なんかこうやっていつも見てくれてる方と話ができるのなかなか初めての体験なんで、ちょっとすごい嬉しいです。確かに、まあでもやっぱり夜とかこう晩ご飯の後とかの時間がやっぱりみんな来やすいんだろうね。うん、今からもう少し増えるのかな、またそんな感じはしますね。こうやってればカロリーを消費していつの間にか痩せてないか。痩せるでしょ。やった。じゃあそのジャンバラヤは俺が食べると思ってきた。ダメ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 。よく食い物を取られることが一番許せない。いやー。早くなんか歌ってよ。いや、早くなんか。最近何が流行ってますかね、歌。菅田将暉。俺、菅田将暉の曲全然知らないんですよ。非国民。非国民まで言われなきゃいけないそれ。ドラえもんの歌を歌ってんの。ごめんね、知らなくて。ごめんね、素直じゃなくて、あっつ。だって順序をどうしよう。タラララタタラタ。めっちゃいい匂いです。月の光に照らされて、なんだっけ、なんだっけ、導かれた、何度もめくり合う、ドゥルドゥルドゥルルルル。先まで5人だな、2人までだった俺のせい、そっか、間違いなく悪かった。どうやってやけんのこれ。ああ。ええー、っていうか、地区来ねえのかよ。ねえ。来ないって。じゃあ、あいつ今日動画のアップ、ああ、今日はいいじゃん。うん。明日の動画のアップもできないんじゃないか。やる気あんのかよ。この見ての地区だったら面白い。めっちゃおもろい。一人。めっちゃおもろい。うわ、めっちゃ怖え。というわけで、こちらが、お母さん食堂のスパイシージャンバラヤになります。あっちゅあっちゅ、今、このスープ的な部分がこう、思ったより動いて垂れてきたんですよ。ジャンバラヤってこういう食べ物だっけ？あ、使った。いただきます。はぁ、あ。ベビーパンパンパンバラヤチャンパラヤーヤブチャンカパーナでしょねめちゃくちゃじゃねえかよジャンバラヤジャンバラヤじゃねえよベビーダンジャンジャンバラヤジャンバラヤ。お、めっちゃ4人まで増えて、もうありがとうございます。ありがとうございます。パコンがジャンバラヤを食べるだけの配信です。僕はレコード2時間ジャンバラヤ食べてる。ひたすら食べ続けてるんですけど。それはそれでめっちゃ面白いけど。だんだんしんどくなってきた。いや、この間のね、あ、そうか、あれまだアップしてないのか。まぜそば食べに行ったんですけど。大盛りの。すごくしんどかったんですよ。お、どんどん増えていくよ。いい感じじゃない？おはよう。よろしく。みんな今家に帰り着いたのかな？晩ご飯何食べるのみんな。僕はジャンバラヤです。
このクラブハウスの方は面白いぐらい誰も来ない。もう逆にクラブハウスやってることすら忘れてしまいそう。本当に。お母さん食堂やるな。エモいってどういう意味ですよ。なるほど。なんかこう、感情を揺さぶられるみたいな。どうしたの突然。いや、エモいって LINE が来たから、どういう意味だ知らんが。難しいよな、最近の言葉は。普通に喋ってくれれば嬉しいのね。おっしゃる通り。何これ広告ここえ何これいやでも早送るみたいな。今のが一番の心理現象じゃん。めっちゃ視聴者増えてる。よろしくお願いします。パッパッパッパ。今日はですね、ちょっと企画をですね、説明しますと、今クラブハウスっていう新しい SNS、音声でこう繋がれるやつなんですけど、結構まだ参加者が非常に少ない。一人、二人ずつしか招待ができないので、なかなか広がらなくて、なんていうんですかね。非常に秘密のような SNS 状態にまだなっている。なので、どちらかというと、芸能人とかが、大物 YouTuber とか、そういった方が非常に多い状態となっています。で、普通にいろんな部屋があるんですけど、音声の誰々何々について話しましょうみたいな部屋がいくつもみんな作れるんですけど、そこの部屋入ると普通に芸能人だったり、有名 YouTuber の方とかがいたりして、本当に普通にお話ができたりするんですね。なので今回は僕たちだけの部屋を作って、そこに大物 YouTuber 入ってこいっていう企画で、今僕たち二人が、ちょっと見えるんですね。こうか。今2人でですね、こうやってユリパックでですね、部屋を作って今2人で入りました。入ってます。なのでここに例えばですけれども、あの大物で言うとヒカルとかヒカキンとか、そういった方レベル100万人以上登録者を持ってる方が入ってこないかっていうことを今やっています。なのでなかなか入ってこないんですけれども、よく言われるのが、六等身、をたどれば本当に誰にでもたどり着けるって言われてるんですね。まあ、なんだろうな、意味わからないですよね。例えば僕からパックン、パックンからパックンの人脈を通してっていう6人先まで行けば、この地球上の誰にでもたどり着けるって言われてるんですけど、それを本当にたどり着けるのかっていう検証中なので、僕たちはもちろん有名人の知り合いがまだいません。なので、ぜひ皆さんの力を貸していただいて、引っ張ってもらえないかという企画になってますので、ご協力の方よろしくお願いします。で、僕の方から現状を説明させていただきますと、そのクラブハウスの部屋を作り、この YouTube で同時に並行して配信をし続けて、早2時間誰もっていうか、全くまだ実りのない状態。で、ちょっと僕たち2人で、ちょっとグダグダしてきてたところに、まあ、この今、この時間になってちょっと人が増えてきたなっていうのが今です。今でしょう。うん、今でしょう。今でしょう。ということです。なので、ぜひ皆さんご協力をお願いします。で、なかなか多分参加もしないと思うので、そんなに甘い話でもないっていうのももちろんわかっているので、何か、ただ勢いで始めちゃって、ちょっと僕たちも何も準備できてないっていうのが正直な現状なところなので、どんどんこの質問とか、こういう企画やってほしいとか、どんどん投げてもらえれば、どんどん答えはしていこうと思ってるので。まあ、要するにコメントを投げてくれたら、僕たちも対抗しませんみたいな。ちょっとね、ネタがですね、ちょっともう2時間やいろいろ喋りすぎてですね。恥ずかしい話ね。恥ずかしい話、そこまで仲も良くないで、会話も続かない。あ、いや、それはなかったことにして。で、まあ、コーヒーメーカーのね、地区が、いるんですけど、地区が。今日本当は、
このぐらいの時間に着くが来るっていう約束だったんですけど、さっき連絡が来て、ちょっと今日やっぱ無理だわ、お前らとはあんまり仲良くないからいけないって連絡が来たんで、まあ、後日罰ゲームを、うん、っていうところです今。これをいつまでやる、帰れま10と言ったはいいものの、いつまでやるかという話ですよね。まあ帰れま10ってだって、いや帰りますけどね、本当に帰れないからね、このカットはね。ずっと来ねえ、まだ寝てんのかな、誰が有名人はみんな。ああ、そうかもね。焼肉食ってるかもしれん。緊急事態宣言中に普通に焼肉行ったら逆に叩かれてるわ。ああ、まあそういった形になりますので、うん、もうぜひ僕たちと絡みつつ、作業の BGM にこの動画を流していただいたりね、うん、どうにか踏みとどまっていただければ幸いです、うん。こういう話聞きたいとかでも全然いいので、じゃんじゃん喋りますので。NG なしですので、うん。個人情報も全然住所聞いてくれれば住所言い答えますので。地区の住所も聞いてくれたら答える。全然。聞かないと答えないからね。うん、地区の携帯番号教えてだったら全然答えます。全然全然いいよ。自分じゃないからな、どうせ。うん結構なクズだよね人やったやべえ部屋開いちゃったね、まだラグラグだからチクって誰と思って見に行った動画を見に行ったかもしれない確かに確かにコーヒーメーカーの動画をねぜひみんな見てくださいね見たことない人はまあ大体どういう人たちかっていうのが分かっていただけるかと思うので、うん、もうちょっとテンション上げた方がいいですか、まあ、テンション上げるとさ声が一緒にでかくなるからさうるさいかなって気にしちゃって。スマホばっかいじってんじゃねえ。いや、違うよ。ちょっと有名人、誰か引っ張ってきてってお願いした。なるほど。誰に？え、ヒカキンに。ああ、ヒカキンは友達なんだ。うん。呼べや変えるわああ。うん、ね人狼ゲームやったことある？うん、この間やってる。ああ、俺もこの間実を言うと初めてやったんですよ。うん。なんか、まあ、ざっくりしたルールは知ってたわけ。うん。でも、その、なんかさ、人が増えると、その人狼の他にさ、人狼と市民の他にさ、うん、なんか占い師とかさ、騎士とか、なんか、吸血鬼とか、うん、いろんな役職があるのね、あれ。そう、そらしらない。そうそう、そうなのよ。で、その時俺6人でやったんだけど、うん、その人狼ゲームを、うん。なんかいろいろあって楽しかったから、ちょっとこう、コーヒーメーカー3、4人でちょっとあれだけど、もうちょっと人いたらやりたいなって思って。なるほど。使い古されたネタかもしれませんが。やりましょう。やりましょう。ぜひね。斉藤さんゲームしよう。2人でやる？いや、終わらん。永遠に続く。ダメか。なんか二人でできるゲームないですか？なんだっけ？リズムに合わせて。それなんだっけ？斉藤さんゲーム。ん？パック2。ちょっと待って。え？ 1、2、3、4だね。うん。懐かしいね。なあ、もう全然思い出せない。いいよ、先に言って。リズムに合わせて、なんだっけ？パク2。パクパク。ユリ3。ユリユリユリ。パク2。パクパク。ユリ1。ユリ。パク、斉藤さん？それどうや？あ、斉藤です。3、斉藤ですって。そう。ああそれだけ？それだけ？うん。うん簡単だね。懐かしくね。でもさ、二人でやってもおもんないね。全然面白くない。なんか今、ふと思い出してしまった。うん。まあ、わかるよ。うん。気持ちはわかるよ。はぁ。そんな感じ。Love me, tender. でも、近く来なかったら、永遠にここで二人できるな。うん。そろそろ終わらす？ 6 時だし。でも今から人が来るかもしれないよ。あと5時間だけ粘ろう。まあ、5時間ぐらいか。うん。すぐだよ。うん。
コミ役いないね。2人でボケると。確かに。いやー、全然来ないっすね。どうやったら来るか、皆さんなんかアイデアください。クラブハウスやってる人、部屋に入ってください。もしクラブハウスやられてる方。で、もしやられてないって言って、どうしても入りたい。はい。でも、誰も仲間がいないとか、周りでまだ、その招待券持ってる人がいないっていう方は、ぜひ、ボッカパックに一言連絡くれれば、招待しますので。わかってこいや。全然、もしここのコメントとか書きにくいのであれば、インスタとかツイッターとかの DM でも大丈夫なので。コーヒーメーカーのアカウントあるんでね。うん。まあ、なんなら僕の個人のアカウントもあるから、探し出したら声かけてもいいですよ。うん。そこに声かけて全然、一言もらえれば全然紹介するので。でもね、モラルのないやつはブロックしていきますから。うん。パックンそういうの厳しいんで。うん。俺マジマナーに厳しすぎて、マナー柱と呼ばれた。誰に？殿様に。お母さんに。お母さんかよ。うん、呼ばれた経歴を持ってますからね。元気出していきましょうね。さすがに疲れたな。普通に。疲れましたね。アレクサ、クラブハウスに招待して。それができたらね、めっちゃ面白いけど、それを発見したらね。はい、わかりました、とか言って。うん、疲れました。そろそろ終わらせますか。そうするか。ちょっと次回はですね、ちゃんと企画を用意してね。で、地区もいるときに、ちょっと2人だと間が持たない。うん、誰か3人いて、誰か2人が喋ってるみたいな状態で、1人休まないとなんか、きついね。うん、で、Nintendo Switch 持ってきてね、次。確かに、ゲーム実況して待っとけばいいの。そう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 。確かに、次なんか持ってきます。ゲームしながら。ぜひ誰が一番面白いか。僕はスイッチ持ってないってさっき話したんですけど、チクとゆりちゃんは持ってるよね、うんうん。持ってるので、ちょっとやらせてもらおうかなと思って。ただでやらせると思います。そんな軽い女じゃないわ。チクの右のコントローラーとゆりちゃんの左のコントローラーだけ感じるから。やめろ。でもそれでできるかね。できんの？うん。普通に。コントローラー。あ、どれでもいいの？うん。なんだ？あれ、ゲーム始める前にコントローラー2つあるじゃん。あこの上をピッと押す。あ、ペアリングみたいなのがある。そうそう、ペアリングボタンを押すだけで。ああ、なるほど、ハイテクだね。でも、あのゲームね、やり始めるとね、マジで今までのこういうコントローラーがおかしく思える。あ、そうなの？ダラーンって寝転がったままゲームできるから。確かに楽そうだよね。めちゃくちゃ楽なんだよね。欲しいなー、スイッチ。誰かスパチャ投げてくれないかな。何スパチャって。え？これでお金投げる。いや、投げれない。そうなの？できない、あれにならないと。ああ、収益化しないと。そう、収益化できないと、誰も今。そう、僕たちまだ、YouTube の動画で広告収入というのがつけられない状態なので、まあ、僕らの予測ではあと半年以内にはいけるんじゃないかっていうところで頑張っていくので。目標半年なんですよね。うん、遅くても半年。いや、でも、なんかもう3ヶ月ぐらいできたよね。ね、ここまで半年できたから。そう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 。始めたのは1年前なんですけど、最初の半年ぐらいを結構ほぼやってない、動画投稿せずに出てきて普通に、すごくない？さっきコーヒーメーカー検索したから、ウケる、自分たちの顔を見ながら喋ってる、面白い、これでいい、これで見ると面白い、ね、まあそういうわけなんでね、今後とりあえず半年ぐらいガツガツやっていきたいなって、まあ、その後もやるんだけど、思っているので、応援よろしくお願いします。
りあえず半年ぐらい。すげえ、ラグ。その後もやる。この辺よろしくお願いします。全部遅れてる。全部ずれてる。ねえ。変なの？めっちゃあれ遅れてるな。なんだろうね。電波の問題なのかな？かもしれんね。じゃあ、今日のところは、この辺で？グッバイするの？しないの？え、あと5時間って言ったら誰？さっきやめようって言ったよ。やめろよ。でも視聴者が3人になった、1人になったけど、3つ1人いるよ。あれ、これとこれ、2つ一緒なの。切るか。電波がもう動かない。じゃあ、今日のところは、この辺で。はぁ。終了。バイバイ。え、ちょっと待ってよ。今じゃなくね。え、ダメだな。髪の毛ちがかと。まあ、せめてバイバイできる環境髪の毛整理してるタイミング勘弁してくれ。見ないで、見ないで。いいな、その忍者みたいな髪だと。めっちゃ髪の毛伸びたんですよ、僕。キスされるのかと思った、今。死に。皆さん、僕、髪を切ろうと思うんですね。もう伸びきっちゃって、こんな。確かに。どういう髪型が似合うかとは、もしアドバイス、僕自分の髪何が似合うかが全くわかんなくてですね。今が一番良くない？でもさ、これさ、なかなかこれでさ、歩けなく、歩く勇気がない、俺街中を。俺バリバリ歩いてたからそれで。いや、若ければやるんだよ。いけるいける全然。髪型ね、なんかゆりちゃん長い髪の方が似合いそうな気するけどね。でもこれ、だって結ばなかったら、いつも僕に帽子とかニット帽かぶってるの、髪の毛がチリチリしてるんですよ。いいパーマじゃん。それがですね、コンプレックスというか、うまくまとまらないんですよ。コンプレックスなんだ、それ。うん、めちゃくちゃコンプレックスなんです。こんななるんですよ。いや、めっちゃ羨ましいけどな、俺その髪型好きや。このままじゃ生きていけないじゃん。そう？こんなあるんですよ、実は。このまま？よくない？横に広がりすぎじゃん。もうちょっとなんかこのキノコをなくした方がよくない？え、全然いいけど。後ろ、その前だけ残して後ろだけ結べばいいじゃん。どういうこと？こういうこと？そう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 。いや、やばくね。サザエさんって。なんだ、別にサザエさんみたいではなくね。お、クラブハウスの方にも人が増えてきました。島崎さん。こんにちは。こんにちは。今ですね、YouTube でライブをしながらですね、こっちにも有名人来ないかっていうことで、もし知り合いに有名な方いたら声かけていただけるとすごいありがたいです。僕ら YouTuber をやってまして、今YouTube のライブ配信でお茶を濁しつつ、クラブハウスで人を待っているというような状況でして、よろしくお願いします。ちょっと有名な方が来るまで帰れませんで、もう23日待ってるんですよ、ね。悲しい気持ちで、そろそろ餓死しちゃうんじゃないかなって思ってるので。もしお時間あれば YouTube の方もインスタとかに飛んでいただいたらそこから飛べますので見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あとフォローもよかったらお願いします。こんにちは。こんにちは。どうやってやるんだろう。手挙げました？島崎さん。島崎さんか。こんにちは。あ、てか俺、その人知り合いだわ。知り合いかよ。違うっけ？いや、俺のカラーじゃなくて、自分のカラーだから。だわだわ。いやいや、一回だけ、僕がバンドをしてた時に、福岡のライブハウスで、ブッキングをされてた方ですね。4次元で。多分僕その時自分のバンドじゃなくて、他の人の、あ、自分のバンドで行ったっけあれ。他の人のバンドのサポートで行ったような気がするんですけど、普通に知らない人だと思って話しかけちゃった。めっちゃいいシャンプーの匂いがする。高いシャンプー使ってるんや。これどうしたらいいですか、僕この顔見なきゃ。どうしましょうね。誰かアドバイスください。この頭はどうしたらいいのか。
うん。伸びすぎて、どうにかしたいけどどうにもできない。内側だけ取れば ?2 ブロックか。うん。だからこれがね、だからこのアフロみたいになってるもじゃもじゃがすごい嫌で、いつもこうやって結んでるんですよ。ジャパニーズ忍者。いいな、俺もパワーかけたのに見たら。かけてねえんだよ。地毛なんだよ。いや、だから羨ましいんだよ。金かけてでもかけたいのに、ただでできるみたいな。でも俺はストレートが羨ましいよ。お互いないものねだりだね。うん。とりあえず俺もうちょっと髪伸ばして。なんか髪切ったよね、そういえば。内側だけね。ずっと上のとこは伸ばして。目指せゆりちゃん。過去の自分かな。って感じでこうやって炭治郎やってるんです、最近。あ、それ炭治郎だったんだ。うん、炭治郎その部分切られるよね。うん、切ったのか。やめろ。ここはダラーンって垂らさないといけないんだけど。で、ここにあざも作んないといけない。殴ったのか。やめろ。壁にガーン判断が遅いって。傷つく。やばい。めっちゃおもろい。話題になるかも。この動画が違う意味で話題になるかも。確かに。その辺の白い壁全部血まみれやってきた。フルボッコされ始めた。早く妹連れてこいよ。やばい。疲れた。なんか終盤で盛り上がってんのが面白い。だからよ。まあでも人も今の方がね、さっきよりやっぱり全然増えてきてるからね。うん。全然みんなコメントをしてくださいね。こんばんはぐらい言ってくれたら僕らも嬉しいですよ。その分切られるよ。うん。ゆりちゃんに似合う髪型か。またよかったら、これからも、まあ、この動画じゃなくても、なんか考えていただいて、うん、DM いただいてもいいですし、YouTube の他の動画のコメントもらってもいいですよ。ちょっとPhotoshop で、ゆりちゃんの顔の部分だけ切り取って、いろんな髪型をこう後から付け足して試してみるっていうのはどう？いいかも。なかなかね。ギャルを。その動画作りたい。昔のすげえギャルをみたいなやつに顔のパーツはめ込む。いいじゃん。ちょっと面白いのできるかもしれないんで。で、なんかこう、おのおのそれを作ってきて、どのゆりちゃんが一番似合ってるか選手権。いいじゃん。全身コーディネートとかね。それ別に、だってゆりちゃんだけじゃなくて、みんなでできるよね。いじじじ。まあ全然来ないんで、疲れちゃいました。だいぶ、1時間半前ぐらいから疲れてたけどね。いや、だからあまり最初だって、全然誰も入ってくんなくて。確かにね。今やっとその4、5人をキープしてるけど、最初常に2人だったからね。うん、しかもうち1人俺だし、ね。確かに。皆さんありがとうございます。なんか本当に何のネタもないのに。いや、特にそのずっと見続けてくれた一人の方。うん、感謝で胸がいっぱいです。という感じです。最後、パックンからちょっと皆さんにですね、めちゃくちゃ面白い話があるそうなので。僕のことをいじめてた兄弟が家に帰るとお母さんのことをママって呼んでたんですよ。というわけで、今日のところは、ずっと待って。やめろ、やめろ、ドスベリや。いやいや、ドスベリや。そもそも無茶ぶりだろ、お前。勘弁してよ。手本ってもの見せてやるよ。お、最初からやれよ。いや、まずほら、実力を見てみよう。あ、なるほどね。パックもそろそろ育ったかなと思って。なんでお前が上の前提なんだよ。じゃあ、その上か下か、見せてやるよ。じゃあ、超絶くそほど面白い話、よろしく。任せろ。まずね、どっから話そうかな。そんな長い話するの？うん、めっちゃ長い。ちょっと長いんで、ただ最後、思ってもいないオチがあるんで、最後まで聞いてくださいね。わかった。ですね、ちょうど今土曜日とか日曜日じゃないですか。うんうんうん、皆さん、週末の日課って何かあります？日課。うん。まあ、いろんな、あるでしょうね。仕事が休みの人は。うん、うん。まあ、休みの日って、僕、基本、土日とかが休みなんですけど、土日の日課がですね、夜、特に夜の方なんですけど、ゴロゴロと家で、映画が大好きなんで、ネットフリックス契約してて、ずーっとネットフリックス見る。もう、それがすごい楽しくて、そういう日課があるんですけど、
先々週かなの日曜日、土曜日か。土曜日の夜に、いつも通りお風呂まで終わらせて、またネットフリックス見始めて、だんだん口が寂しくなってきたんですよ。うん、なんか寂しくなるじゃないですか。なんかちょっとつまみたいなっていう。で、僕、なんかないかなと思って家にいろいろ探したら、まあ多分、誰か、家族の誰かが買ったやつなんですけど、ポップコーンがあったんですよ。おあつらえ向きじゃん。うん。だから珍しいと思って。うちで、なかなかポップコーン買ってくる人いないし、僕も買ってくることないんですけど、ポップコーンがあったんで、映画に見ながら、ちょっとポップコーンつまもうと思って食べ始めたんですけど、だんだん映画が面白くてですね、夢中になりながら食べてったら、だんだん減ってくると、ちっちゃい、弾け切れなかったコーンとかあるじゃないですか。硬いやつあるじゃないですか。あれをですね、無意識に僕、多分口に入れちゃったんですよね。で、無意識に思いっきりガグって噛んだら、嫌なやつ。皆さん、顎が滑ったってわかります？うってはすげえじゃん。転がった。この向きに滑った。そのコーンがぐるっと転がって、何それ。顎が滑って、ここの筋肉、もうキーンっていう、もうね、痛すぎて。すげえ話だ。うん。マジで痛くてですね。もうその日寝れないんですよ、痛すぎて。何してもいくら鎮痛剤のもうが収まんないんですよ。そんな後引く痛みだった、うん、もうずっと痛くて。で、下の歯が、だからなんか歯が割れたのかなとか思ってたんです、最初僕は。で、鏡見るけど何にもないんだけど、歯が痛いんですよ。あまりの痛さに日曜日に緊急休みじゃないですか、歯医者さんの。知り合いの歯医者さんに連絡して開けてもらって、見るんだけど歯虫歯一個もないと。どこが痛いのみたいな。で、一個一個歯を叩いていくんだけど、いや、全然痛くないっす。みたいな。いや、で、ここら辺が引っ張られて、いや、これ顎じゃんみたいなので、なんだっけ、顎関節症。はいはいはい、はい。顎が、ういっ、ういっ、なったって。しゃくれゆりちじゃん。めちゃくちゃ痛かったっていう、面白い話がありまして。まあ、痛すぎて、本当に病院でもらった薬も全く効かないです。いくら飲んでも痛みが効かなくて。ただ、途中でですね、痛みを止める方法を一つ見つけてしまいまして、それがですね、水を口に含んでる間は痛くないっていう、謎の現象が起きてて、だから常に口に水入れてるんですよ。いや。で、体温で温まってくると痛みが出てくるんで、もう定期的に水を口に加えてるんですよ。セルフ笑ってはいけないです。そう。っていうことがありまして。それが、まあ、滑らないかな、というお話でした。あ、そこが落ち？はい。ああ。はい。めちゃくちゃ痛い話でした。いや、俺、その後になんか面白いことがあって、ブーって吹いちゃったみたいな今僕が来るのかなって思って。いや、全然。いや、まあ、十分痛い話だったけど。いや、面白かったなって、今思うと、でも痛み皆さんマジで経験しない方がいいと思う。いや、そうでしょうね。本当に寝れない痛みなんですよ。まあ、ポップコーンには気をつけろっていう話ですね。なので、その次の日、アマゾンのポップコーンの商品のレビュー全部ボロクソ書いておきます。最低だろ、お前。おめえの責任だよ。上から下まで全てボロクソ書いておきます。アホタリか、お前は。っていうお話でした。はい。では、グッバイ。うわー、急に終わる。それいい。皆さん、本当見てくれてありがとうございました。本当にね、すいませんでした。長い方は2時間以上多分見てくれてるんで。本当に。すごい楽しかったです。ちょっと次はもっと面白い話ができるように。うん、で、今度は面白い企画を。いや、まあ、今回この企画自体がその何時間中のか分かんなかったから。うん。もう多分、すぐ来るっしょと思ってたのがですね、うん、全然来なくて。人来ないっていう。ちょっと、今傷ついてるんで、ちょっと、ウームにちょっとこの後問い合わせようと思ってます。ね、なんで来ないんですか？そこに責任はねえんだよ。すぐ来いって。悪すぎるな。って言ってこうやってライブ配信終わった瞬間入ってくるんですよね、こういうのって。あるある。でも、ちょっと次こそ何かしらの形で入ってほしいと思いますので、本当に見てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また引き続き、面白い動画絶対投稿してきますんで、ぜひ友達とかにも案内の方よろしくお願いします。お願いします。何かあります？いや、特にありません。じゃあ、今日のところは、グッドバイ。